伊藤一長、伊藤一長、伊藤一長、本名の読みは、和永、ナ九1945年、昭和20年8月23日から2007年、平成19年4月18日は、日本の政治家。前、長崎市長、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。長崎市への原子爆弾投下から2週間後、両親の出身地であり、 疎開先の山口県大津郡道村、現在の山口県長都市通地区大見島に所在で生まれる。3年ほどして、父の住む長崎市に移住したため、公式には長崎市出身としていた。長崎県立長崎西高等学校の頃より長崎市長を目指し、大学卒業後は長崎市開発校舎に就職。 長崎市青年団体協議会会長を務めていた1973年には約700人の青年が長崎から船で出港し、普山、那覇市に寄港して交流を深めるという長崎は高度の船を実施した。長崎市に県議、自民党所属を経て、1995年の長崎市長選挙で自民党の推薦を受け、新人ながらも現職の本党等を破り、 長崎市長に初当選。2003年の長崎市長選では、各業界や自民党、公明党からの支援を受けつつも、無所属で出馬し、自由党支持や共産党推薦の新人4人を大差で破り、参戦を果たした。2007年4月15日、任期満了に伴う、市長選挙、統一地方選挙、4月15日告示、同月22日投開票に、 自民党、公明党、民主党、連合、今回初めて推薦や各種産業団体などの支援を受けて4000を目指し、所属での出馬を表明するものの、2日後の17日に、暴力団幹部の男、2012年1月18日最高裁で、無期懲役が確定に銃撃され、翌18日午前2時28分、胸部大動脈損傷による出血性ショックで死亡した。 墓地は、長崎市外目町、旧西園義軍外目町の海を望む場所に建てられている。市長選出馬前は、防衛、外交は国の戦艦事項として、平和問題、核問題には言及しない姿勢を示していたものの、市長就任後は一転して、平和推進路線に転換。被爆地の市長として、核兵器の撤廃運動を積極的に行った。また、 しばしば核兵器の使用及び核保有国であるアメリカ合衆国への批判をした。1995年11月に核兵器の威嚇または使用の合法性国際手法裁判所、韓国的意見の口頭陳述で核兵器の使用は明らかに国際法違反と涙を浮かべながら訴えた。2002年の原爆の日には同時手発テロ以後の米国の核政策を批判した。 2005年5月の核不拡散条約再検討会議では核兵器と人類は共存できないと主張。2006年にはアメリカと北朝鮮の核実験を批判し、2007年3月の米軍イージス艦の長崎港入港を残念とした。一方、市民団体が被爆遺構として保存を求めていた旧新興前小学校校舎の問題では、 被爆者が抗議の座り込みをする目前で取り壊しを強行し、平和公園の母子像設置問題では被爆者の一部が被爆の意向に反するとして訴訟に発展した。観光行政でも知られる。2005年に長崎歴史文化博物館や長崎県美術館を開館させた。2006年に日本初の街歩き博覧会。 長崎サルク白令録を開催し成功させ、観光客が低迷する長崎市の観光都市への復興の兆しを示した。伝統野菜の復活、クジラの給食導入などの水産物の地産地消も行った。1994年9月に長崎市環境基本条例を制定し、長崎市環境基本計画を策定した。名前をもじって付けた。 選挙運動のキャッチフレーズ、一丁変えようから、市民に一丁さんの愛称で親しまれた。2007年夏の参院選への出馬を自民党から打診されるなど、国政与党である自民党、公明党とのつながりが深いことで知られていた。4選を目指す市長選期間中の4月17日19時52分頃、 遊説先から、長崎市内国庁の選挙事務所に戻ったところを、山口組系水深海会長代行の男、59、に、背後から銃撃された。銃撃後すぐに、長崎大学医学部、私学部付属病院に搬送されたが、心臓の右心室を貫かれ、すでに心肺停止の状態に陥っているため、約4時間に及ぶ緊急手術を受けたが、 翌4月18日2時28分、胸部大動脈損傷による大量出血のため搬送先の病院で死去した。伊藤一丁に銃撃した男は現場で直ちに通行人に取り押さえられ、駆けつけた警察に殺人未遂の現行犯で逮捕された。容疑者の男は指定暴力団山口組系水深会の会長代行である幹部であった。逮捕された際、 20発ほどの弾丸を所持していた。報道によると、市が発注する公共工事をめぐって、市を恨んでいたあるいは、自身の運転する車が、市の発注した道路工事現場で事故を起こした際に、車両保険が支払われなかったためだと報道されてる。犯行当時の目撃証言により後日、送迎を行った者と報道機関へ送った書面の、 大筆を行った者が逮捕されたが、不起訴処分となっており、事件は幹部の男が単独で行ったものとみられているが、同期には不明な点が残っている。なお、事件の直前に被告人の知人男性からの電話が警察にあり、6月27日の長崎県議会総務委員会では、警察の対応がまずかったのではないかとして、議員らに批判された。これにより、 長崎地検は男を殺人罪などで長崎地裁に起訴し、同地裁は2008年5月26日に死刑判決を言い渡した。男は刑を受け入れると言命するものの、弁護側が判決を不服として控訴した。2009年9月29日に福岡高裁で無期懲役が言い渡され、2012年1月18日に最高裁判所で検察と、 被告双方の上告を帰却する決定が下され、男の無期懲役が確定した。シンガーソングライターの佐田雅史は、同年8月9日に、広島市民球場で行った平和コンサート、夏広島からに、似て、元気だったら今日も会場に来てくれていただろうと、前年の2006年まで8月6日の広島原爆期の日に、長崎で毎年実施されていた、佐田のチャリティーコンサート、 夏長崎から佐田正氏に決まって激励のため会場へ足を運んでいた伊藤前市長を忍ぶだ。また、8月15日には精霊流しで伊藤前市長を忍ぶ精霊船が長崎市内を回った。なお、この時、銃声を思い起こさせるという遺族らの意向で精霊流しに月のの爆竹は鳴らされていない。趣味は読書、家庭菜園。 スキューバダイビング。かなりのチェーンスモーカーであったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。